皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは誰と夢を見たいかを考えようということについてお伝えしていきたいと思います。事業を自分で起こすっていうことは、当然叶えたい夢がそこにあるからいろいろなことを自分でチャレンジしてみたいというふうに思って事業を起こしてるんだと思うんですけれども、夢が叶うのをスピードを高めていく一つの要因として誰とその夢を見たいのかっていうことを考えてみるっていうのも一つアイデアとしてお伝えしたいなというふうに思います。例えばそれがご家族がねいる方だと、子供が喜んでくれるからっていうね動機でやられる方がお母様の場合多いですよね、やはりね。あとそういうふうにこう元気で、人生に目標を持ってキラキラしているという親の後ろ姿を見せるということが、自分の親としてのね、プライドというかやりたいことっていうケースもあると思いますし、まだ結婚はしてないけれども独身だけれどもね、自分で立って事業を起こしてやっていきたいなというふうに思っている人とかに関してはですね、恋人とかにね、私こんな風にやってるんだよっていう、生き生きしている自分をね見せたいとか思うのかもしれませんし、あとは友人知人とか、そうですね、年齢がもうちょっと上になった時かな、60歳とか、それぐらいになった時にやりがいを持って生きているっていう自分で、その周りのね友達も元気にしていきたいっていう、そんなのもねあってもいいと思いますし、あとはそうですね、私何かは結構コンサルタントで今やってますけれども、当然私には私のコンサルタントの師匠という呼べる方がいて、会社員だった時とかも、尊敬するべき、上司とか、社長とかいた時もあったんですよね。仕事上で切り分けて言うと、その仕事の成果を喜んでくれる人と、夢を見たいっていうか、その人のね思想に沿った形で一緒にこう作り上げていくみたいなイメージでやっていく、その誰っていうのはそういった人を想定するのもいいですし、あとはそうですね、プロジェクトチームとか作ったり、私は会社をねその何人も人を雇ってっていうことはしていなくて、主に外注さんのパートナーとプロジェクトごとにお仕事を組んでやっているわけなんですけれども、その方とね一緒に一つの方向に向かって動いていくっていうことで成し遂げる、夢っていうものもあるのも楽しいですよね。ですから自分一人で叶えるよりも誰かが一緒にいたりとか、その人と喜んでくれる誰かと一緒に夢を見るっていうのも一つのね原動力になるかと思うんですよ。でくじけそうになってる時とかにね、その人がもしも近くにいて話を聞いてくれたり支えてくれるような環境だったら、そういう時よりは素直に甘えたらいいと思いますし、一人で必ずしもがむしゃらに進んでいくことはなくって、そんな時には甘えてみるっていう、そういった方がね、近くにいるといいかなっていうふうに思います。だから誰とね夢を見たいかを考えると、おのずとその人が近くにいるような環境を作っていくこともできると思うので、たまには立ち止まってそんなことを考えてみるのもいいんじゃないかなって思います。それでは